やっばめっちゃ匂いすんだけど。おい、うまい、パクリン。お、モンスターさらに行きました。言うのも、うん、はい。とあるご縁があって、いや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 、大橋さん来ちゃいました、ついに20回来ましたね。こちら実はですね、はい、本日お邪魔させていただくお店さんがですね、この神奈川県横浜市にございます猫娘とネズミ男さんっていう、はい、ステーキ屋さんになるんですけれど、ここかなり実は前からなんとありがたいことにお店さんからオファーをいただいておりまして、あれぜひ顔をやってくれませんかっていう、うん、1年越しぐらいですか。そうですね、1年越しぐらいで大変お待たせしました。お待たせしました、すいません。ということで本日、はい、対戦する食材はズバリこちら、ドドン、猫ネズさんのステーキでございます。これすごい量ですよ。あのね、本当に多分僕が今まで食べた中のでダントツで1位。うまいですか。ここの猫ネズさんのステーキマジで忖度とか抜きにマジで1位。ちなみにこれ部位は、部位わからない。肩ロースです。肩ロース、肩ロースのお肉を使って本日はガオをやると。はい、そうですね。ということで、小川さん今日どんな感じの内容ですか。今日はですね、はい、タッグ戦でございます。お、タッグ戦、タッグ戦です。チームだね。チーム戦です、うん、何対何ですか。2か2対2ですね、タッグだね。タッグです。メンバーは、メンバーはマックス鈴木、はい、ブッシーさん、はい、ガデューさん、はい、リュウさん、おお、この4名でタッグ戦を行いたいと思います。男臭い感じだ。結構ガチガチのガチのステーキマッチです。今回はまあでもなかなかやることないと思うんですけど、うん、ステーキって結構大食いながらも特殊じゃないですか。特殊だね、はい、超苦手です。で、時間がですね、はい、まあ、ステーキなんですけれども、うん、今回45分です。おお、結構長い。45分、はい、長めです、うんうん。で、2対2なので、この後ですね、ここに超でっかい鉄板が出てくるんですけど、うん、焼いたステーキがどんどん出てくるので、それをチームで食べて、うん、より多く食べたチームの勝利というような形になります。結構シンプルなレギュレーションです、今回は。これなんかさ、向かい合わせのこの感じってさ、あのフードバトルクラブのイテヤさん対小林拓さんの感じに似てない？似てますね。すごく似てるよね。手掴み禁止ですよ。手掴み禁止ね。ナイフとフォークでいただくという感じで。はい。なるほど。ただこれ今回ステーキでちょっと逆ペースが正直怖いので、うん、最初はですね、両チームとも4キロずつ肉の塊が、これちょうど4キロあるんですよ。なるほど。これ全部焼いて、ステーキの山ができて4キロで用意飛んで食べていくんですけど、まあチームで適度に減ったらおかわりくださいって言ってもらえれば、うん、どんどん焼いたお肉が出てくるんで、どんどん2人で食べて戦略組みながら正面見て、うん、以上って言ったら感じです。そんなガチバトルを演出してくださる方がもう一人いるとかいないとか。はい、うん、どうも、パッチャンです。はい、ありがとうございます。やっと来れましたよ。前回ね、なんか体調崩してましたね。長かったですね。今回賞金がね、ちょっと出ますんでね。その情報いりますね。どっちでもいいんだけど、向かったか下かったか。今回ね、こちらです。超パンチャン賞、貝です。貝、貝、はい、なんだ貝って。なんか盗んだ形に、パクった形になっちゃいましたかね。うん、で、どういうことですか、このドラゴンボール。あ、なるほど。はい、こちらを優勝したチームに差し上げようかと。おー、ありがとうございます。さらに、お、さらに、超パンチャン賞です。おー、どんどん毎回上がっていくじゃないですか。そうですね。これは何ですか。これは僕が一番頑張ったと思う人に差し上げます。誰とかじゃなくってことですね。そうですね、演者とか関係なく。そうです、僕が見てて僕を一番感動させてくれた人に対しての賞です。そのライティングはね、皆様のに支えられております。本当にありがとうございます。はい、というわけで、はい、ここで、本日この、食材そして、場所をご提供してくださいました、こちら猫ネズさんの店員さんと奥様に、ご登場でございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと申し訳ないですけども、はい、ご主人様の方からちょっとカメラの前の皆様に軽くでいいんで自己紹介をちょっとお願いします。すいません、本当にごめんなさいよ。ごめんなさいよ、本当にも。え、
何だって今ちょっと何言ったかちょっと二日酔いなんですよ。あーなるほどなるほどなるほど。じゃ あの奥様はフォローな感じでしょうか。ご紹介、はい、ご紹介はすみません。ちょっとこんなんですけどステーキ焼くのは天才的だと思いますので、はい、はい、ぜひ皆さん頑張ってください。ありがとうございます、はい、本当は今回ありがとうございます。はい、ありがとうございます。結構いいペースで、はい、この美味しいお肉ガンガン我々食べちゃうと思うんですけれども、はい、ご提供のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。結構柔らかそう。うわーうまそう。映えすぎてやらかラッパめっちゃいい匂いするんだけど。すごい。あれ腹立ちましょう。分かって腹立ちましょう。腹立ちましょう。じゃあ5秒前になりますね。はい、いきます。5、4、3、2、1スタート。いただきます。いただきます。うわぁ、熱そうだ。うわ、熱そう。いただきます。いただきます。いただきます。うまそうだな。でかっ。でかい。うわ、柔らかい。いただきます。うん、うん、うわぁ、うまい。うまい。あぁ、これぁ、うん、うまい。うまい。うるせぇ。これなんだよ、うん、で、あの、このソースもかけて、トリコソース、トマトソースいただきます。このトリコソースがめちゃくちゃうまいんだ。じゃあ、ソース、あ、やばい、肉やるか、えぐい、えぐい、えぐい、うん、うわ、本当にうまい、これはやばい、やばい、うん、うん、やばい、うまい。めっちゃうまい。なんでこんなシンプルなのにこんなうまいが詰まりました。ラテンバーでございます。うん、ふざけが気をするしか最下位です。うわ、でけえ。リュウドンはお肉が得意である。うわぁ、うまっ。好きだな。不利はないと思うんですけど。ドラグさん、マックスチームはもう2枚目いってますね。早い。早すぎる。やはり45分は短いな。うるしだわ。神うまいんだけど、私は。肉は好きだ。はい、得意でございます。ソースやばいな。うまい。苦手ではない。うん、あー最高。マジめちゃくちゃうめ。大丈夫、食い込みも早い、ね、うん、さっぱり、うん、パッティーうめえんだけど、ほんとに。うん、その2枚目だ。なんなんと、その2枚目だ。向こうは全員来るか。さあ、では牛丼もやばいよ。やべえ、こっちの人は、うん、あーやばい、ほんとにうまい。うん、うまくいこう、行こう。マジうまいよ。いいの、ありますよ。うん、マックス3枚目です。おー、さすがマックス殿。これめっちゃうまいっすよね。うん、うん、うん、うまい。まあ、マジめ。
ずっと飲んでる。ペース上がっておる。これで3問3枚。開いてみる、これ。頼む。あ、肉だけに重い。この拙者はダメだ、全然。本当に早いな、向こう。枚数が少ないんではないか、元から。怪しい。イケメンチーム当たってますよね。ちょっと、おしるか、おしるか、ちょっと、そもそも彼らは、あの、髪の毛をかぶせて表現する概念がないと思います。そちらも激しくいこうと思います。言うの？はい。5分経過して。最高。肉汁がすっきり。ガーリックポテトが欲しくなる。お、マックスさんに行きました。もう早っ。食べればこんなにする、うん、じゃあ、お、これが繋がってるのか。ん、そうか、意外と結構繋がってるってことだよ。でかい。あっつ。うまい。永遠に食べれそうだ。これ永遠食べれる。マジで。一枚か。うん。ハーブソルトメキシカンミックス、美味しそうだね。ハーブソルトメキシカン、うん、よし、うまい。ユーロのガスもちょっと試してみたら、ユーロのガス、ぜひ。油の旨味とかやばくないですか。うん、どっちも食べないなって。はい、ワインもちょっと味にしようかな。うん、まっ。うわ、うまい。バズる。こういうのいいんだ。牛丼の筋肉には良いのではないか。赤身肉はマストでございます。うん、本当だ。よく焼けた油にカリカリしてて、うまい、うまい。そうですね。ペースを上げるの。はい。はい。うん。本当に同じ量あったのか。なんか速さだ。こちらもペースを上げねば。上げてくれることあるから。うん。うん。くっついて。バル。ご縁があって、フードバトルクラブの時に、小林さんと伊勢さんが、ありがとうございます。ありがとうございます。
焼きたてが来るのか。うわうまっす。ありがとうございます。10分経過です。ありがとうございます。こっからは普通なんですが、1枚 500g と浮力違いますね。うん、おいしい。 500g で誰も変わりますか。もうちょっとあの時のステーキの、はい、竹下や小林武さんと1枚の手づかみを、はい、あの時のステーキの1枚の出だしから映ってしまったようにあ、1万らしいですよ、1枚1枚で、ね、ワンケース満載こう入れちゃいます。あ、はい。座ってないよ。違う。うん。わかんない。1万で何枚じゃん。これですよね。最高すぎるぞ。うん。うん、もうおかわりお願いします。はい、はい、大丈夫だね。大丈夫だと飲む濃いになりました。2キロでも構わんが慣れびっくりしました。2キロでも最初本気出さないで油断させて。もう今日は余裕そうだ。うん、何もなく早いな、向こう。武将の責任重大でござるよ。なんで来た。かたじけないでござる。うまそうだ。これおかわりしてもらいます。もう少し頼みましょう。2枚です。じゃあ、ステーキ2枚です。はい。ありがとうございます。バイ牛殿、だいぶリードされておる。これから追いつくようになる。なんか一言一言書くんだリュードのこれで指も鍛えてみようか。指に関してはめちゃくちゃ自信があるぞ。どこで使うんですか。いや誰か拾ってくれるから。でもあの人知ってるよ、リュウさん。指でこうやって筋トレしてたよ。あ、そうですね。500いきます。はい、ありがとうございます。リュウ殿まだ余裕そうか。まだ余裕だ。うん、楽しい。余裕だ。言ってくれないかな。あのイケメンマジで。スピードを上げればな。めちゃくちゃ今日やからじゃないですか。なんでなんでしょう。でも気持ちはわかります。このどうしてもこう意識してしまうこの劣等感みたいなのがこう、ね、しょうがないです。苦しい時ほど笑顔で。うん。ってことで。なんか貴族対下町みたいな感じが。何なんだこの感じ。15分経過、残り30分でマックスチームがマックス今食べ終わったんで 4.5 キロですかね。でブッシュチームは無駄なくなってるんで4キロと追加の1キロ目に入ってます。差がないっすね。ないっすね。これは
んな行きやるぜ。うん、指が疲れてきた。なんかライオンみたいな気持ちね。そんなにステーキ食べる。俺らさ、ライオン肉定食食べてるんですかね、それ。たてがみとかないですか。ライオン世界の食もあるんですか。サボンなにシマクリニックなくないですか。多分ないっす。俺それだけは失敗する。多分ハイエナだりバカにされますよ。あのライオンダセーとか言って、あんなあはなりたくねえよなんて言われました。やったらハゲ話して盛り上がる。ガルさん500完食で松島は5キロ完食です。おもう5キロ。むしろあのライオンとかじゃなくて最初からもハゲワシとかの方がいいですよね。なんかもうそもそもがハゲの方がいい。何の話してんすか。サバンナに転生するとしたら。あっちのチーム何人転生したら来たくないですか。そうかね。何でイケメンチーム何人転生したいですか。サバンナ行ったらスライムだ。ちょっと武士ちょっと中二なんですよ。武士どうだ。おたけでござるか。サバンナ、サバンナに転生したら、ありそうではないか。おお、なんでですか。一番強いからだ。ツボが一番強いですか。拙者はそう思っておる。あ、そう言われると何だろう。ゾウ一頭で村を滅ぼすということで。うむ、このサングラスのイケメンは何になりたいんですか。例えばライオン、やっぱり百獣の王に。ライオン。普通にかっこいい。あれ、ライオンのピアセッション持てるパターンですよ。ゾウが一番強いですか。知らないです。俺なんかサイとかだと思ってた。でかいか、ゾウは。あー、そっか、踏まれたら終わりか。次のおかわり何キロでやっていけるのか。同じで良いのではないか。1キロでお肉のおかわり1キロお願いします。はい、お願いします。はい、出しました。はい、こっち500お願いします。はい、マクスさんの500で。1キロついた。あ、でかい。はい、はい、うん、肩ロース先にじっくり肩ロースってやりたかったところを、なんちゃら、そんなに言うのないでござるか。大丈夫か。滑りでね。いきなりって勝手にじゃないっすね。トークはポンコツかもしれないけど。安心しました。今ってバランス取れてるんですね。カムちゃんのトークがね。マックスチーム、今テーブルのやつ全部食べると 6.5 キロですね。はいよ。2キロ2キロ500グラム違いますもんね。そうか。うん、
ちょうど20分ぐらいで経過しました。20分、早っ。これは腹いっぱいにできんはずそうだ。お母さん、こっちの左手の刺身がマジ痛くなってきました。このまま痛い痛いです。力入れすぎた。拙者もだ。やっぱ力入りすぎちゃうね。グー。CTM 5キロ完食です。はいよ。武士は全部それなくなって6ですね。はい。でマックスチームが全部なくなると 6.5 です。 6.5 6.5。 あ、やばい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナイフって引くのと押すのどっちがいいですか。早く行きまーす。引く方がいいよ。します。引く。よし、よし、あげるか。うん、私はこれ以上出ちゃったんで言わないよ。限界は超えるものだ。了解したでございます。あれと同じゲームやろ。 CTM7 キロ完食。さらにここに距離がこう
クオまだ6キロか。今お皿にあるところ食べ終わると部数が強めた7、うん、でマックスガジチームがお皿にあるやつに食べ終わると 7.5 です。うんうん、500g です。うわ、うまそう。最高のステーキだぜ。一スポーツで聞けないか。ええよ、おかしょうか。若干スパイスもいいの入れてみたね。入れましたね。よし、いけばいやって言ってますね。やばい、痛いっすね。ね、やばい、本当に痛い。僕はちなみに左手の人差し指が痛いです。もう痛い。あ、ほんと？残り15分です。はいよ。これ最高。これまた最高。おかわりを500g頼む。はい、500お願いします。ついに刻み始めた。いきます。500おかわりお願いします。もう500ください。すごい、これはやばそうですね。信じられないぐらい全部笑っちゃうぐらいチートしてる。ありがとうございます。じゃあどんどん食うぞ。そうだな。500ください。はい、500お願いします。チーム、それ全部今食べ終わって8です。はいよ。で、チームも今あるのを食べたら、うん、よくです。ありがとうございます。見せください。はい、僕もお願いします。残り11分です。なに、もう11分しかない。
まだな。500お願いします。はい、500お願いします。やはり早い。残り8分です。はいよ。もう500だろ。500お願いします。もうまいな。注文数でいうと 500g 差です、残り6分です。もう6分いかないのか。500ぐらい詰まったかもしれません。なるほど。こちら9キロ単位なので合計で、ここは 8.5 です。誘導の本気を見せてくれ。忘れることか。すいません、お願いします。はい、蹴れ蹴れ。お、いいぞ。うまい。残り5分です。いいよ。残り5分。大丈夫。そして今8キロ完食です。やるな、やるよ。500ください。はい、500です。お、さらにガーデュー殿。
もう500頼む。はい、残り3分です。よく、うん、結果発表いきます。じゃあ武士リュウさんチームから2人の合計の完食量が 8.9 キロ。マックスガジさんチームが完食量が 9.5 キロです。よっしゃー、やったぜー。その差600ですね。よかった。セーフセーフ。なんとか逃げ切りましたね。逃げ切りましたね。いや、あの、美味しいものを食べてなんかこういう熱い気持ちになれるってなんか大食い最強、最高やなって思いました。あと、あの、武士の方はすごく心強かったです。ありがとうございました。うむ、いや、負けたのは残念であるが、非常にうまかった。うん、次回は60分で再戦をしたい。久しぶりにマックスさんと組めて楽しく、戦いました。ステーキもとっても美味しくて本当に、最高の戦いでしたね。ありがとうございました。はい、そう、ガジさんと本当珍しいというかね、うん、コンビ変わるとやっぱ雰囲気変わるというか、その人たちの化学反応ってあるなと思ったのは、おじさん同士励まし合って池田のうまいですね。でも本当にあの僕食べながら、あの武士さんとルイさん食べ方見てたんですけど、それがすごい刺激になりました。めちゃめちゃガツガツ言ってたから、それに負けないようにっていうのでこっちも強くなれた感じがして、トータルもう本当にめちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。
パンちゃん、はい、いきます。じゃあ超パンちゃん賞。超パンちゃん賞。超パンちゃん賞。貝じゃないもんですね。はい。貝じゃない。両方あるんですけどね。はい。パンちゃん賞からいきます。お。ごめんなさい、ちょっと選べなかったんで、はい、こちらお二人に分けてもらおうかなと思って。おいいんだ、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ただ優勝したのはこちらなので、こちらにはあちらより多めの賞金を2人で分けてください。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。一緒に取りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、イエーイなんか平和に終わるかなと思ったら、なんか珍しくブッシュが60分でちょっとリベンジしたいみたいなこと言うてましたけど、うん、ここからこの食材で45分は短すぎるなぜ今日どうですか拙者だけかそう思っておったのは。なんかトンネルズさんの番組だと、はい、リベンジやらせてくださいって時、はい、大体相手がへりくだるんじゃないですか。はいはいはい、はい、なんかこう負けてんのになんか強気なんですよね、あの人。ちょっと違う感じ、うん、なんか頼み方っても分かってんのかなっていう戦国時代にそういう文化ないのか分からん。うん、そこまでするなら良い潔いそれほど肝心ではない潔かったさすが武士、潔いですね。武士でございます。でも面白かったですね。はい、面白かったです。最高でした。皆様、今日は足元が悪い中、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、45分のこのステーキ対決、すごい楽しかったです。たとえで、うん、次60分があるか分からないですが、次もまたよろしくお願いします。今日はありがとうございました。